今の時代、相手の顔を見なくても発言できるものはたくさんあるので、どうしても同時に無責任な言葉も溢れてしまうことがある。そうすると、言語感覚っていうのが鈍くなってしまう。もう本来、言葉や文字っていうのは人を生かしもするし、時には殺しさえもする。言葉には温度がある。もうそれは活字ではなかなか伝わらない。こういう時代だからこそ、生々しい言葉に今一度スポットを当てて表現をしていきたい。言葉に責任を持つという意味でも、誰かの受け入れの言葉ではなくて、自分の実体験の中から生まれてきた言葉を大切にしていきたいと思います。表面的な癒しやインテリアとしてのものではなくて、人間の奥底の部分だったり、一筋縄ではいかない葛藤や迷いだったり、人間の二面性だったりとか、そういう部分を表現したり、普段はあまり表には出せない、ある意味醜さと表裏一体かもしれないけれども、ここに根源的な美しさもあると。そこを表現できれば、より深いところで共感できるものになるんじゃないかなと。例えば一時の中でも深いストーリー性を込めたい、同時にメッセージも発信したい。でもそれは押し付けるものではなくて、見る側がその時の心情や状況によっていろんな見方ができるような、つまりは作品そのものがいろんな表情で照らし出すことができるような生物だよ。作品と対話ができるような形でありたいと思うので、そうすると自分自身の中に今を生きるっていう部分も問いとつながってくる部分もあるんじゃないかな。そういう意味では普遍的なテーマが扱っているから、それは言語関係なく伝わる部分もあると思う。内側にあるエネルギーというか感情そのものが誰という方や方にも伝わるからだと思う。日本語を読めない人にも伝わるものでありたいというのは、何かをすべて書いてあるからかっこいいとか、あるいはパフォーマンスができるとか、そういうところでやってもあまり意味がないと。そうじゃなくて、文字性は逸脱せずに言語を超えて、その奥底の部分に伝わること、心を動かすことができるかどうか、そこが大事だと思います。パフォーマンスとかだと一過性で飽きてしまう部分はあると思うんだけれども、生物であれば永続的な時間軸の中で感じることができるんじゃないかなと。表現したい内容に合わせて、まず構成をひたすため。そういう意味では、感性だけでできる仕事ではないと思います。でも、計算や理屈が収まっているうちは、つまらないというか、なかなか温度として伝わらないので、最後のところでこう突き抜けないといけない瞬間。そういう意味も作るっていうよりも生むっていう感覚に近いと思います。いろんな要素があるんだけども、墨の調整一つとっても温度を一度変えるだけでも
いじり方が変わってくるし、例えばそこで意識的に地の内外に余白を残して、そこに救いや光を投影したりもするし、例えば押しつぶされそうな場所という作品の中では、本当に押しつぶされそうになって首が走られそうになって息もなかなかできないような部分を描いてるんだけども、そこにわずかながら余白を残すことで呼吸できる救いになるようなものになれば、そういった形でストーリーを込められたらいいなと。そういう一時的なものじゃなくて、そこに一つの人生を映し出せるようなものであればいいなと思います。当たり障りのないものや感じてするようなものではなく、時には尖った表現になることもあるかもしれないけど、一方で人に弱いならないように意識は常に持ってないといけないのは、そこで殻に閉じこもることなく、いろんなところにアンテナは立っておきたいし、例えば小さい頃であれば毎日が新しい発見の連続で、いろんなこう驚きも含め感性が揺り動かされる、そういう日々の感動だったり、そういう感覚っていうのも大事にしたい。その上で自分にしか表現できないものを生んでいけたかな。だから一つ一つの作品は、それまで自分が生きた証として生み出せていけたらなと。黒っていうイメージがあると思うんだけれども、扱い方次第でいくらでも表情っていうのは作り出すことができて、だからこそ黒と白の世界に無限の心の色彩を投影することができる。